ジョン・ホップナーによる、肖像画、第20代ドルース女男爵、シャーロット・フィッツ・ジェラルド・ドルース、1769年5月24日1831年1月9日、は、イギリスの貴族、第20代ドルース女男爵の、夫ヘンリー・フィッツ・ジェラルド卿、ジョン・ホップナー作、1780年代、ロバート・ボイルとシャーロット・ハンベリー・ウィリアムズの娘として、 1769年5月24日に、メイフェアで生まれ、6月18日に、サウスオードリーチャペルで洗礼を受けた。1791年8月3日、ヘンリー・フィッツ・ジェラルド教徒、結婚、六男六女を設けた。シャーロットは、ド・ルース男爵の継承権者として、誓願を出した。ド・ルース男爵位は、第19代男爵、ジョージ・ビリアーズの死に伴い、 第14代男爵エドワード・マナーズの弟ジョン・マナーズの長女・ブリジットと次女・フランシスの子孫の間で停止状態になっていたが、1806年時点の継承権者は、ブリジットの子孫第5代、順男爵サートマス・ハンロックとフランシスの子孫、ジョージ・カペル・コニングス・ビーとシャーロットの合計3人だった。このうち、ブリジットの子孫がハンロック一人だったため彼は継承権の半分を、 有志、カペルとシャーロットは、それぞれ4分の1となっていた。このような状況にもかかわらず、西願が1806年5月7日に、貴族院で審理されると、シャーロットの請求は承認された。これにより、ドルース男爵くらいの停止は1806年5月9日に、解除され、シャーロットは、法律上のドルース女男爵になった。その後、10月6日に、 国王の許可を受けて、ドルースを生に加えた。1831年1月9日にストラトフォード、プレイスで死去、パディントンで埋葬された。息子ヘンリー・ウィリアムが爵位を継承した。ありがとうございます。